ヨハン・ゴットリープ・ゴルトベルクは、ドイツのビルトゥ・オーゾハープシコード奏者、オルガニスト、バロック後期から古典派初期にかけての作曲家。おそらく、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの、ゴルトベルク変奏曲の初演者ではないかと考えられており、曲がその名を冠していることによってよく知られている。ゴルトベルクは、ポーランド・リトアニア共和国、リ領プロイセンのグダニスクに生まれた。他に、 ケーニヒソベルク生まれであるとされることもある。1727年3月に、グダニスクの聖マリア教会で洗礼を受けている。幼少期について確かなことはあまり知られていないが、奏者として並外れた才能によって1737年頃に、ロシア帝国の在座戦大使だった、ヘルマン・カール・フォン・カイザー・リンク伯爵の関心を引いていた。伝えられるところでは、 J.S. バッハとその長男である、ビルヘルム・フリーデマン・バッハに指示していたとされるが、その修行期間については分かっていない。場合によっては、グダニスクでカイザー・リンクに認められた直後の1737年には早くも J.S. バッハの下で学んでおり、その後1745年以前のいずれかの時期に W.F. バッハに学んだのではないだろうか。なぜなら、W.F. バッハは、 カイザー・リンクの大使としての駐在期間中、ドレスデンにいたからである。ゴルトベルクの生涯で最も有名な出来事は、JS バッハの電気作家であるヨハン・ニコラウス・フォルケルが、衝実している。おそらく1741年のこと、不眠症であった、カイザー・リンク伯爵の入民を助けるべく演奏された、バッハ作曲の変奏曲が関わっている。 カイザー・リンクが悲喜にしていたハープシュコード奏者は14歳のゴルトベルクであり、彼は卓越した技巧によって、非常な技術的困難を伴う楽曲を演奏することができたのであった。伯爵が実際にその演奏によって眠りにつくことができたのかどうかは記録に残っていないが、そのバッハー作品は彼のお,のお気に入りであったとフォルケルは書き残している。 出来事から60年後の1802年に、ホルケルはこう記した。ホルケルが記した逸話の正確性にはしばしば疑問が呈されており、実際のところ、バッハの熱烈な電気作家による脚色がなされていると思われる。しかし、ゴルトベルクは当時ビルト王ー奏者として知られており、ちょうどカイザー・リンクに雇用されていた時期にあたり、しかも彼が作曲したカンターだが、 バッハのカンタータに類似していることから、場所はライプツヒであった可能性が最も高いと思われるのである。指定関係については、カンタータの類似性のみを根拠に多くの研究者に提唱されてきている。ゴルトベルクは1745年頃にカイザーリンク伯爵の元を離れ、その後しばらく歴史から姿を消す。次に記録に現れるのは1750年頃のことで、 W.F. バッハが1767年に出した書簡で書かれた演奏会の中に登場する。1751年にはハインリヒ・ホンブリュール伯爵に雇われ、その後短い生涯を終えるまでその職に留まった。結核により29歳でこの世を去り、1756年4月15日にドレスデンで埋葬された。ゴルトベルクの作品は彼の名前を冠した。 バッハ作品に比べるとはるかに知名度が低いが、様式には広い幅があり、音楽史上の過渡期に現れた流行の大半から影響を受けていることが認められる。初期の作品は JS バッハの作品と似通っており、このことから彼が有名作曲家に指示したという話が、おそらく確からしいと考えられる。後年の作品ではとりわけ、ギャラント様式を使用していることから、 彼がドレスデンの宮廷で人気の様式に敏感であったことが伺える。晩年の作品、特に競争曲においてはバッハの息子である CPE バッハのものと同種の洗練された火星用法が見られるが、これらはブリュール伯爵の音楽家のために描かれたのであろう。シンコペーション、半音階進行、大きな幅のある旋律は、こうした晩年の作品の特徴である。 彼はバッハに指示していた期間にカンタータを作曲しており、例えば1745年から1746年頃には、聖ヨハネの日の祝祭のための教会カンタータ、ルーイヒダイヘアツェリッシェ・バームハーシュ・ゲキイートがある。作品には他にもトリをソナた、すべての調整を使用した24のポロネーズなどの鍵盤楽曲、ハープシコードのための競奏曲、散逸してしまった。 コラール前奏曲集などがある。ありがとうございます。